どうもお疲れ様でした。評価ランクトリプル A。本社も驚いていることでしょう。完璧じゃねえか。当然よ。うんうん、やっぱり乗り心地いいね。いや、ロンライやウラシオンで見かけてちょっと乗りたいなって思ってたんだ。まずはトリオンタワーだっけ、グランサーキットってところも楽しみかな。ん、どうしたのバン。まあまあ知らぬ仲じゃないし、そう邪険にしないでよ。ウラシオンでも協力したし、 MK の足止めもしてあげたよね。貸しを作ったままっていうのは君には落ち着かないんじゃないの。それじゃあよろしく。いやー、黒金のお小言がうるさかったし、ちょうどいい暇つぶしになったな。満足満足。君、観光ガイドとしても十分やっていけるんじゃない。心配しなくても、今の君の懸念には直接は関係していないと思う。まずは目の前のことに集中してもいいんじゃないかな。お前勘違いしないで。なんとなくわかるっていうだけだから。君が貸し借りにこだわっている理由も、何かを恐れているっていうこともね。
あれ、私にもか。これは偶然、それとも必然なのかな。とりあえず俺は塞がってるから、あんたが出ちゃどうだ。あんたに戻っちゃったか。うん、でもいいよ。画面が勝手に、ハッキングって言うんだっけ。まさかオラシオンと同じパターンか。いやあ、前回のデスゲームの勝利者並びに参加者と何の関係もない人たち。僕はメルキオル、先日壊滅したマフィアアルマータの若頭を務めていたものさ。革命記念祭おめでとう。いやあ、カルバードの未来は明るそうだ。つきましては、アルマータからもとっておきのお祝いをさせてもらおうと思ってね。7番目の例のゲネシスだね。予感はこれか。いい感じだ。それじゃあ、とくとご覧あれ。我らがボスジェラールが望んだ首都を、共和国を、大陸すべてを恐怖で染め上げる宴。大いなる魔王、第七の遺産によって展開するパンデモニウム化という名の夜明けを。街に空が。どうしてみんな止まって。何これ、何よこれ。皆さん落ち着いて。何あのキモいの。わかんないけど、映えるし、しゃべらないと。実はハードだぜ。お母さん、マイナー、こっちに。クレイユからの仕込みの甲斐があったよ。おっと、すっごいね。でもこれって
ユメ、いいから行きましょう。どうして僕たちだけ。まあいい、二人ともこっちだ。君、今そこから飛び降りて。いや、どうでもいいか。動けるなら君もここから。確か、裏解決屋の関係者だっけ。そっちのレーサーは久しぶりかな。見られてもいいけど、扱いが面倒だな。とりあえず、やろっか。ふざけるな。彼女たちには指一本も。こいつ本気で。だが動体視力だったら。さすが Z1 レーサー、なかなかの反射神経じゃないか。でもジエンド、せめて君からやってあげるよ。おじさん、マクシムさん。まあ今はやめておけ。恐怖を愛おしむための祝宴、資格がある者には一人でも多く胸を震わし味わい尽くしてもらわんとな。相変わらずの悪趣味ですね。まあカルナバルの50歳適当に楽しませてもらおうかね。おかえりボス、みんな待ってたよ。聞くぜ。逃がすかよ、ペストラ。一応装備は確認しておくか。何があるかわからないしね。
あの光は首都の北側バンタユ地区ってところだっけ。こちらの手番だ。頼んだ白金の見切れるか。チャンスだ。決めなよスタン。しびれろ。いい感じだね。おまけだ。こんなもんだろ。させるか。やれやれ。住民の避難を終わらせたと思った矢先に不良タナコがよく戻ってきやがったな。お兄さんよく戻ってきてくれたね。遅いじゃないの。タグ、妖精が一緒とはいえ合流したら頭グリグリの刑だな。では探すとしようか。うん、生き返るぜ。濡れてるね。片付けるかい。出てきたね。隙あり。燃えるね。覚悟を決めな。せい。障壁が消えて道が開けたか。うん、この先にも同じ障壁があるみたいだ。そうみたいだな。
こちらの手番だ。よし、これで進めるな。そっちが上、撹乱は私に任せて。あの魔球さえ抑えればもう少しマシになるはず。まずったかも。あと3人、いや2人いれば。バンさん、イカルガの副長まで。こちらのセリフ、行くよ。ガード展開。任せた。遠からんものは音向き。やっぱり睨んだ通りだったかな。バンさん、よかった、また会えて。あんなことがいきなり起こって、私やれやれ。
任された。下がっていろ。よう、お前らも動き出したか。はい、さいな。ええ、全くもって同感だわ。あんたら、確かアーロンが世話になってるっていう。頼む、アーロンたちに助太刀してくれ。説明は任せた、ベルモッティ氏。俺たちは行くぜ、そんじゃあな。無事だったのは頂上だが、もはやこの町は戦場だ。俺は俺の戦を始める。フェリーダ、お前もそのつもりでいろ。悪いな妖精。アークライド、この事態どう乗り越えるか楽しみにしてるぜ。それが見られるだけでも、アルマータどもが煉獄から蘇った甲斐があるってもんだ。はあ、顔はタイプなんだけど、ヤバすぎてさすがに引いちゃうわね。警備主任さんの方はめちゃくちゃタイプなんだけど。ベルモッティさん、それよりも、うわ、ああもう、傷が塞がってないんだからそんなに興奮しないの。とりあえずバンちゃんたちも店に入ってちょうだい。何があったのか説明させてもらうわ。
ったく、アーロンのやつ頭に血が上ってそうだな。本当に困った人です。早く助けに行きましょう。敵集団注意して。天敵出現、行くよ。突破するよ。借りは返すぜ。続いてバン。逃がすかよ。ヘキトラ、頼む、食らわせる。やっせ、もらった。スキルアーソー、攻撃です。エイヤー、フィーさん、せいや、おまけだ。障壁突破、お疲れ様。敵集団注意して。サード展開。こちらの番だ。覚悟。群れてやがんな。敵陣迎撃します。力が湧いてきた。行くよ。ここだよ、フェリー。エイヤー、いただき。よし、これで進めるな。ふっ、群れてやがんな。気分爽快かな。まあ待ってな、おマットさん。まあ待ってな。そらよ、食ってみな。うぜんだよ、クソ玉に悪魔どもが。落ち着け、ウェイ。手ごわいが制圧できない相手ではない。バンのところでの積み重ねを無駄にするつもりか。このすかしメガネが。バンに罪。そろそろ来ると思ったが、ギルドの若手エースが一緒とは。てめえらの助力なんざあってもなくても同じことだが、このクソ玉に粘られてもダリーだけだ。秒で片付けんぞ。一気に制圧する、行くぞ。シャード展開。チャンス、まとめて相手しまいにしようぜ。
せい。バンダライゼンウェイド。まあこんなもんだろ。成長しました。どうやら今回の元凶のサブ端末のようなものか。うぜえ、そういうところが親父くせんだよ。クソったれな通信にこの異変、やるべきことは見えてんだろ。前置きとかいいから、俺と合流できたのを素直に喜べや。くたびれたおっさんに百人力を貸してやるからよ。とりあえず一旦カフェバーに戻るぞ。